なになに？恥ずかしいよ。横になっても大丈夫かな？キリト君。そうだな。そうだな。そうだね。おう。そうだな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 。またね。お兄ちゃん、どうしたの？お兄ちゃん？え？どうしたの？もう、お兄ちゃん、そこは謝らないでって言ったでしょ？同じ気持ちを、私も感じてたんだよ。お兄ちゃん、向こうで眠ってるお兄ちゃんはどんどん痩せてくばっかりで、見てることしかできないのが怖くて悲しかった。もしこのままお兄ちゃんがいなくなったら、もう話せなくなったらどうしようって、毎日本当に不安だった。でもこっちに来て元気なお兄ちゃんに会えたら、そんな不安なんか吹き飛んじゃった。私は間違ってなかったんだなって、そう思ったの。ここでならお兄ちゃんを助けて一緒に帰ることができるでしょ。私は守られるために来たんじゃない。リーファとしてキリトと一緒に戦うためにここへ来たんだよ。自慢の妹か。まあ今はそれでいいかな。私もっと頑張るからね、お兄ちゃん。